眉美とは、錦木,木か錦木族の木本。別名山錦木,木とも呼ばれる。日本と中国の林に自生する。秋に果実と種子、紅葉を楽しむ庭木として親しまれ、盆栽に仕立てられることもある。落葉低木、または小高木。私有一種。老木になると、幹には縦の裂け目が目立つ。葉は耐性で細かいノコギリ葉があり、葉脈がはっきりしている。 一年目の枝は緑色をしている。芽は丸々としているが、金煙種の釣り花は新芽が鋭く尖っている。花は初夏、新しい小の根本近くにつく。薄い緑で、四弁の小花。果実は枝にぶら下がるようにしてつき、小さく角張った四列の姿。秋の果実の色は品種により白、薄紅、濃厚と異なるが、どれも熟すとか火が四つに割れ。 鮮烈な赤い種子が4つ現れる。市販の眉みは、メギしか出回っていないが、メギ一本で果実がなる。剪定をする場合は落葉中に行う。成長は早い。若木のうちに樹形の骨格を作り、分子させたら、その後の強い剪定は避ける。切り詰めすぎると、花と果実がつかない。根が浅く、根元が乾燥しすぎると弱り、果実が落ちる。 水分条件さえ良ければ合憲で、病害虫はあまり発生しない。身がかなり遅くまで残るので、秋と冬には、ヒヨドリやメジロが食べに来る。福島県郡山市にある、菅の大間弓樹高6メートル、強硬直径100センチメートル、推定樹齢は300人以上材質が強い上に、よくしなるため、古来より弓の材料として知られ、名前の由来になった。 この木で作られた弓のことや、単なる弓の微小も、真弓という、和紙の材料にもなったが、著にとって変わられた。現在では、印鑑薬師の材料になっている。新芽は、山菜として利用される。天ぷらや、おひたしなどに剥く。なお、種子に含まれる、脂肪油には、薬理作用の激しい成分が含まれており、少量でも、吐き気あげり、大量に摂取すれば、 筋肉の麻痺を引き起こすため、種子は食べてはならない。ハット館の大眉み氷山市観光協会、中村徹、万葉鉢作り立風書処房、1990年6月30日、P68-69、ISBN4 から651860109。ありがとうございます。